改めまして皆さんこんばんは、吉井かなえかんちゃんです。ありがとうございます。すごいお客さんがいっぱいいる。後ろの皆さんも前の皆さんもありがとうございます。お揃いのマスクしてるんですか？グッズとかじゃないけど仲良しなんだ、すごい。いやだってなんかみんな何人か同じやつやったから可愛いなと思って。皆さん楽しんでますか？すごい。いや私も楽しいです。私も今日はね、韓国から素敵なアーティストさんたちが来日されてて、で一緒に出れるって決まった時からもうずっと今日ワクワクドキドキして待っていました。皆さんもきっと同じですか？ね。皆さんの中に韓国の方もいらっしゃったりするんですかね？いない？みんな日本の方かな？でも来日、あ、韓国から、韓国で日本で住んでるとか、あ、留学？え、日本に留学？わあすごいね。今日は皆さん、アーティストさんの方とかはなんか韓国語しか喋れない人だったり、ね、さっき通訳さんとかもいたりしたから、ね、韓国の方はめちゃめちゃ、ね、日本でアーティストさん見れるの楽しみですよね。ね、すごい。私もでもなんかやっとコロナも、まあ、なんやろ、緩和したっていうか、まあ、慣れたっていうか、まあ、こう徐々に日本と世界とがだんだん空いてきて、こうやって日本にもたくさんね、アーティストさん来てくれたりして、まあ、ちょっと実際会ってみて、言葉の壁は若干ちょっと感じたりもしてたんですけど、やっぱり音楽の力ってすごくって、ね、同じアーティストアイドルとしてなんかいっぱい多分共有できる部分たくさんあると思うし、こうやってね音楽で皆さん今日一緒のね時間を過ごせるっていうこのご縁に感謝して、今日は私も素敵なステージ作ってきたので最後まで一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はい、じゃあ次の曲はスタンドマイクを使うので自分で用意します。セルフィー、セルフィー。そう、私ももともとアイドルやってて、ナインっていうアイドルを10年くらい日本で、まあ、日本それそうやそれけど、そうやってきて、そう今日ね出てる方たちももともとアイドルやってた方も多いから、なんか一緒だなと思ってね、ここからまたさらにみんなで頑張っていけたらいいなって思いました。じゃあちょっと次はバラードの曲持ってきたので聴いてください。モノ、どこかきっと心は
Yeah.
ありがとうございました。吉井かなえでした。